ヨーロッパソウルは、カレーメササウシの下科の魚である。北、大西洋及び地中海の砂質や、土質の海底に生息し、自ら土に半分潜り込んで生活する。食用魚であり、トロール網で漁獲される。北海で発見されたハンアルビノのヒラメ体の実に、半分に互いに接近して小さな芽がついている。これにより、半身を左中に潜めながら、 獲物が通るのを待つことができる。カレー目の他の魚と同様に、孵化した時点では、体の両側に目があり、体長が約1センチメートルになると生態に変態する。上半分は、灰茶色だが、下半分は白い。最大体長70センチメートル程度になる。海底を砂か泥が覆っている。比較的浅い場所を好む。ノルウェー南部からセネガルにかけての東。 大西洋や地中海ほぼ全域に生息する。冬季には北海南部の暖かい海域に移動する。イギリスでは小さなヒラメはスリップとして販売される。小さなヨーロッパソウルをバターで揚げたものは人気のあるオランダ料理である。ヨーロッパソウルは味の良さ、多様性、調理の容易性等から食用に適していると言われる。フィレは様々なレシピに用いられる。 ドーバーソウルという別名は19世紀に大半のヒラメが水揚げされたイギリスの漁港であるドーバーに由来している。2010年、グリーンピースは独自の海産物レッドリストにヨーロッパソウルを追加した。ありがとうございます。